エカフェ鉄道展覧会にて展示中の DD41 系、DD41 系ディーゼル機関車は、かつて日本国有鉄道で使用された電気式ディーゼル機関車である。戦後、国鉄がディーゼル機関車の開発を模索していた頃、日本国内の車両メーカーは国鉄及び日本国外への売り込みを図るべく独自の機関車を設計、試作した。これらの機関車は、 合計9形式が国鉄に借り入れられ、当初は40台、後に90台の形式を与えられて使用された。一部の形式は国鉄が正式に購入した。それらの試作機関車のうち入れ替え用として製造されたのが本形式である。試作機関を短縮するため、エンジンはアメリカのクーパーベッセマー社と東芝の 技術提携により製造された低格出力660馬力の直列6、気筒ディーゼル機関 FWL-6T 型を採用。動力伝達方式は電気式を採用した。地方での利用を考えて軸距を短くしたためコンパクト長外観を有し、価格を低減するために台車や電動機部分には溶接構造を採用している。車体形状は 非常に背の高いボンネットの一端に運転台を持つ、エンドキャブ型のフードユニットであり、ゼネラルエレクトリック製の47から60トンキュースイッチャーのようなアメリカ風の外観である。塗色にも特色があり、落成当初はアイボリー地にボンネットの上部から端面にかけて赤を配し、端面から伸びた赤いヒゲで側面のアイボリー部分は鳥の翼とも、 人の手とも言えるようなパターンとなっていた。同じ塗り分けで、地色が銀の時期もあったようである。国鉄購入後は、国鉄標準色の武道色2号となり、新標準色の設定に伴い、朱色4号の地色に、側面中ほどがネズミ色1号の太体、キャブ端面の塗り分けは、金太郎塗りとなった。1954年に、東芝で製造された。 電気部分はアメリカのゼネラルエレクトリックとの提携である。大宮機関区に配置され、大宮駅構内で入れ替えに使用された。1958年に国鉄が購入し、同時に DD90 型と解消された。その後は他に転属することなく大宮操車場で入れ替え作業に従事していたが、輸入部品ばかりで保守に難があることから旧車になりがちで、 1971年3月に廃車となった。ありがとうございます。